コエルフィシス、コエルフィシス、コエルフィシスは、三畳気候期2億1000万年前、北米に生息した初期の肉食恐竜である。小型の動物を捕食していたと考えられている。また、共食いの習性があったのではないかと考えられている。アメリカ合衆国ニューメキシコ州リオアリバ軍のからは、多くの化石が出土している。細長く華奢な体型で、 体長約3メートルの小型の恐竜であった。健康な音 S 字状の首が体長の大部分を占めており、体重は30キログラムに満たなかったと考えられている。後の時代の竜脚類でも見られる、体重を軽減する中空の骨を持った最初期の恐竜である。恐竜の祖先である宋悪いに大変よく似ているが足が体の側面でなく下側に位置するなど、 恐竜の特徴を持っている。頭骨は長いが穴が多く開いていて軽く、フレキシブルな骨の構造を持つ、細く長い首の先に存在する。この軽量を多化した頭骨は、後のすべての恐竜に見られる特徴である。虚子の多い歯を持ち、多数の小動物を食べていたとされている。手には4本の指を持つがそのうち1本は小さく、機能していなかった。 5本の指を持つスタウリコサウルスのような初期の恐竜から進化した2.3本の指しかない跡の獣脚類への移行段階のようである。12センチメートルほどの長さで3本指の足は現代の鳥類に似た構造を持っていた。実際、足跡の化石は以前子祖鳥のものと考えられていた。被災者のエドウィン・コルバートが生体のコエロフィシスの化石腹部に 用体の化石が残っているとの見解を示し、共食いの修正があったと発表したため、長い感想を信じられていたが、現在では、マーク・ノレルラの研究によって、腹部に残っていたのは、ヘスペロスクスというワニであり、単なる餌だったということが、明らかになっている。以前は、共食い説の他に、卵体制であり子供が、体内にある時に、カーゴと死亡したという説もあった。 コエロフィッシュの卵が未発見であることからこの仮説が生まれた。ちなみに、卵は保存されにくく化石が発見されることは非常に稀である。コエロフィッシュはおそらくスカベンジャー、不肉食ではなかったと考えられる。上顎の歯は大きく、後ろに曲がっていた。そして顎の筋肉の配置は上下の顎が互いに擦り合わせられるようになっていて、電動カービングナイフのようであった。 化石の山上からは、後の時代の小型住脚類と同様に群れで移動と、狩りを行っていたと推測される。軽快な体と長い足で、歩幅は75センチメートルに及び、素早く移動することができた。山上期の北アメリカの高台の森林や開けた、平原の中を楽々と移動していたのだろう。二種類の異なる形態のコエロフィシスが発見されている。一方は、 比較的華奢な形態でもう一方はわずかながら頑丈な形態であった。もともとはこの特徴はコエルオフィス属の異なる種を表すものと考えられていた。しかし、古生物学者の間では現在これは性別による違いであるという意見が有力である。他の恐竜についてもこの考え方に基づき別の種と考えられていたものは細分類がなされている。 コエルフィシスは、コエルフィシスか、コロフィシデイ、もしくはポドケサウルスか、ポドケサウリダへの属である。しかし正確な分類については議論のあるところである。ケラトサウルス類、サラタソリアもしくはケラトサウルス類、テタヌラ類、テタヌラクの規模をなす、住客類であり、住客類であることは確かである。どちらに属するかは現在研究者間で意見が二分しており、結論は出ていない。 コエロフィスシ族の模式種をめぐってはさらに混乱がある。オリジナルのコエロフィシスバウリ、シーバウリはゴーストランチのものと同じ種ではなかった。オリジナルの化石は非常に部分的なものであった。そのため、ゴーストランチの種には新たな学名リオアリバサウルス、リリバーソリス、リオアリバのトカゲの意味が与えられた。しかしながら非常に多くの文献においては、 ゴーストランチの標本が今日知られているコエロフィシスとして記述されており、混乱を生じた。そこで結局、国際動物命名委員会、ザ・インターナショナル・コミッション・オン・ズ・ロジクル・ノーマン・クレイチャー・アイクスンは投票により、ゴーストランチの標本の一つを、コエロフィシスの事実上の模式標本に定め、リオアリバサウルスの学名を放棄し、混乱は望ましく解決した。 オリジナルのコエロフィシスの標本は、確信をもってコエロフィシスであると同意を得るまでの間、真のコエロフィシスを意味するエコエロフィシス、ユコリフィシスという独自の学名が与えられている。コエロフィシスは、多数の恐竜の名前に影響を与える状況にある。多くの標本はもともとコエロフィシス属の新種として、分類されたが実際には別の属であった。例えば、 トールボットは1911年、シーホリオケンシスを命名した。しかしこの種は現在、ポドケサウルスホリオケンシス、パドクソリスホーリオケンシスとして知られる。また、フリードリヒホンフエネは1908年、シーパーヤマスを命名した。この種も、細分類を用し、暫定的に、ハルティコサウルスロンゴタヌスス、ホールティカソリスロンゴターサズと関されている。他方で、 コエロフィシスに先立つ2年前の1887年、エドワード・ドリンカー・コープが命名したコエルルス、ロンギコリス、シー・ローデズ・ロンジェコリスは、現在シー・ロンジェコリスに再命名されている。同様に、タニストルフェウス・ウィルストに、タニストローフィアス・ウィリストにもシー・ウィリストに、とされている。コエロフィシスは宇宙に運ばれた2番目の恐竜である。1998年1月22日、 スペースシャトルエンデバーのミッション STS-89 の過程でカーネギー自然史博物館のコエロフィシスの頭骨が大気圏を売れた。この標本はまた地球に帰還する前に宇宙ステーションミールにも運ばれた。これに先立つ3年前マイアサウラも宇宙に運ばれている。またコエロフィシスはニューメキシコ州の州の化石である。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。